岸のゲーム部屋。皆さんこんにちは、岸と申します。さあ今日もですね、アニマルレボルトバトルシミュレーターをやっていきたいと思います。さあこれらはですね、以前に作ったダイナソー恐竜たち、サイボーグダイナソーズですね。はい、一番初めに作ったのがこちら、 T-REX を強化する DNA を打ち込まれ、さらにロボットアームを追加されたサイボーグティラノサウルス、角ドリルマグネーザーで全てを貫くサイボーグトリケラトプス、回転する背びれから無数のビームを照射、ドリルアームを装着したサイボーグスピノサウルス、そして上空から敵をミサイルポットで爆撃、鋭いくちばしドリルで敵を貫くサイボーグプテラ、この中では一番弱いけれども、でも見た目はですねかなり強そうなサイボーグパラサウロロクス、ジェットで敵に一気に近づき、スパイクヘッドとスパイクドラムシールドで敵を貫くサイボーグパキファロサウルス、実はこの中で一番強いライトニングガンをですね大量に装着したサイボーグアンキロ、この7体かなりですね強いんですけれども、はい、海からですね領土を広げようと地上に侵攻してきたこの海洋生物群に結構ね押されてるんですよね最近。ちょっと試しにですねバトルさせて、はい、そのね力の差をですねちょっと見ていきましょうということでね、始まりました激しいバトルが。さあモササウルスとハンマーヘッドシャークが突っ込んでいく。さあサイボーグ恐竜もかなり数が減ってきたぞ。どうだ、プレシオサウルスと、はい、このタコとですねウツボがまだ生きているが、あーサイボーグダイナソーズ一気にやられてしまった、無残。いやすげえな、タコとプレシオとウツボ3体も生き残ってんのにな。さあ海洋生物群どんどんとですね勢力が強まっていってますね。まあ5体なんだけれどもね、1体1体がねかなり強いんで、はい、サイボーグダイナソーズこれはですね戦力を増強しなきゃいけない、ということで今回は、はい、このステゴサウルスをですね改造したいと思います。いや、このステゴサウルスをね改造してくださいっていうねリクエストねかなり多かったんですよ。同じくねブラキオサウルスのねリクエストも多かったんだけれども、今日はですねステゴサウルスを改造していきたいと思います。さあステゴサウルスの戦い方といえば、はい、大胆なビリーを大胆に配置してと、こんだけ大胆なビリーがいてもですね、はい、こんな感じで尻尾をフリフリフリーっとねやったらねビリーが大胆に吹っ飛ばされていきますね。さあ大胆なビリーよりもステゴの方が大胆かもしれないめっちゃ尻尾振り回してるわ。いやー、こんな感じでですねもう全然休憩しないから、もうめっちゃくちゃだから、もう動きがすごいスタミナだよね、やばいよね、超荒ぶってるよね。いやー、もう本物にも増してね、もう尻尾をねもう振り回しておりますわ。もう落ちないでよ、落ちないでよ、そのまま。はい、HP ゲージ全然減っておりませんが、ビリーをね見事に大量に吹っ飛ばすことができました。いや、やっぱこういう森でね見るのもいいね、なんかヨチヨチしてて可愛いな。そしたら今度はですねコスト80同じアロサウルスと戦わせてみましょう。はい、肉食恐竜 VS 草食恐竜の戦い。いや、本気を出したらですね草食の方が実は強いんじゃないか説がありますからね。さあアロサウルス、ステゴサウルスに噛みついていく、これは痛いぞ、これは痛いぞ。あれか、引っかかってるだけかこの背中のこのあれだね、トサカに引っかかってるだけだね、顎がでも爪でかなりやられてるからステゴやられそうだ。あー、やられたー、尻尾フリフリがかなわなかったアロサウルスに。あー、食べないんだ、どっか行っちゃうんだね。さあこのゲームではですねコストを払ったら、はい、こんな感じでですねいろんなパーツをですねつけることができるんですね。さあ尻尾でね敵をねフリフリしてねなぎ倒すということで、尻尾をちょっと強化してみましょう。はい、こんな感じで刃をですねちょっと3つつけてみましょうか。これでですね尻尾の攻撃力が増したはずだ。見ていきましょう、今度はアロサウルスに勝てるのか。さあ HP ゲージを出していく。さあ今のところいい勝負だ。さあさあさあ、アロサウルスに尻尾を踏まれているいや、足を切りつけていく、ステゴ。いやー、きついかきついか、これはきついか。あー、よし、切るんだ、その刃で切るんだアロサウルスを。さあ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 、あー、削られる、いけ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 、あー、やられるか、強化してもダメか。あー、ダメだ。はい、尻尾強化したんだけどね、倒せなかったですね。ということで、ここにあるね、攻撃倍率。これをね、はい、例えばですね、10にすると、この刃の威力が10倍になるんだよね、多分ね。10倍というかね、10にした状態で、はい、付け直します。でね、
詳細情報を見ると、一部の付属武器の攻撃乗数が1に設定入れません。赤字ということでね。赤字ってなんかさ、注意勧告に見えるじゃん。なんかね、やっちゃいけないことだと思ってたんだよね。こうするとさ、正常にユニットがさ、なんか、読み込まれません、動きませんとかなんか勘違いしてて、今までね、やんなかったんですけれども、特にね、影響がないということが、ね、多分ね、わかりましたんで、これでちょっとね、アロサウルスと戦わせていきましょう。さあ、強くなったぞ。はい。ステゴサウルスの尻尾攻撃が、かなり強くなっていくからな。ほらほら、どんどん削っていく、どんどん削っていく。尻尾攻撃でアロサウルスをどんどん切りつけていく。まあ、踏まれてっけどな。巻き菱みたいになってっけどな、刃が。さあ、ステゴサウルス、やられる前にやってやったぜ。ほらー、改造した甲斐があったもんだ。改造は卑怯ですよ。まあ、かわいそうだからね、アロサウルスをね、こうやってね、ギルラプターみたいにね、強化してあげてもいいんだけどさ。まあ、今日はね、ステゴサウルスをね、ちょっとパワーアップしていくということでね。はい、もうアロサウルスせっかくつけてやったのに、お前使ってねえじゃねえか、その刃を。刃で切りつけろ。噛みつくな。手を使うな。ああ、もう、せっかく改造してあげたのに、全然もう宝の持ち腐れ。いや、ダメだ。もう、ステゴみたいにね、ちゃんと使いこなさないと、引きずってんだけど、アロサウルスを。すっげえ耐性だな。ケツプリーンって上に上げて、倒れてるね。さあ、このパワーアップした尻尾を持つステゴサウルスなら、はい、このようにですね、ゴリラ軍団を倒せるという噂、検証していきましょう。さあ、このアーミーゴリラズを倒せるのか。さあ、囲まれてるぞ。だいぶ囲まれてるぞ。さあ、切りつけていけ。巨人のゴロを、地盤の尻尾で切りつけていけ。さあ、HP ゲージを表示させる。さあ、ゴリラの数がどんどん減っているぞ。さあ、いいんじゃねえか。あー、ちょっと端っこに追いやられてるよ。端っこに追いやられてる。まずいまずい。落ちないでよ、ステゴ。落ちないでよ。さあ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 。あ、そうかそうか。こうやって狭いところで戦うことによって、1対1をね、1対1を実現していくというね、1体ずつ倒すっていう、かっこ撃破の作戦か。あー、ダメだ。囲まれた、結局。くっそー、倒された。やられたぜ。いや、ゴリラ軍団に勝ちてえな。やっぱりね、この尻尾で攻撃する。まあ、それがね、ステゴサウルスの特徴の一つなんだけれども、もっとね、いい特徴があるじゃないと。はい、このね、背びれですよね。ここでね、あのね、体温調節してたっていうね、諸説もありますけれども、まあ、だから別にね、戦いで使われるわけではないと思うんだが、これにね、なんかつけたいよね。というわけで、ここに、はい、このピアサーですね。ピアサーかな？はい。こんな感じで、背びれにですね、はみ出ないように装着していく。はい、さらにカスタマイズされました。これで囲まれても大丈夫だろう。というわけで、改めてリベンジしていきましょう。さあ、このトゲトゲと尻尾アタックによってゴリラを倒せるのかどうか。さあ、 HP ゲージを表示していく。お、さっきよりも結構いい速度でゴリラを倒してる気がする。吹っ飛ばしてる、吹っ飛ばしてるゴリラを。さあ、トゲとこの尻尾のね、はい、ブレードソードで敵を倒していく。お、巨人のゴロやったか。巨人のゴロをやったぞ。ボスをやったぞ。よし、あとは忠実な部下2体を倒すだけだ。さあ、いけるか。倒したー。おーおーおー、トゲを装着したことによってゴリラ軍団に勝つことができました。さあ、これならですね、スピノサウルス、そしてティラノサウルス、コンビにも勝てるんじゃねえかということで見ていきましょう。さあ、囲まれてもですね、このピアサーがあるからな。あー、噛まれてる噛まれてる噛まれてる。さあ、本体の方はね、別に補正いじってないからな。うわ、めっちゃ噛まれてるよー。くっそー。肉食動物とはいえさ、素の奴らに負けちゃいけないだろうということで、はい、背びれをさらに強化していく。はい、この裏側にですね、火炎放射器をつけていきましょう。みんな大好き火炎放射器。はい、バン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 バーン。いかちいな。さあ、超接近戦特化型ステゴサウルスができてきたぞ。おお、強っ。それもそうだな。これ攻撃倍率20のまま火炎放射器つけてたわ。これはさすがに強すぎる。いや、強すぎてもね、ちょっとね、つまんないので、はい、ちょっと付け替えます。はい、相手チームに蹴り地の達者を、これでもいけると思う。さあ、見ていきましょう。この3体のですね、鬼強恐竜たちを倒せるのか。さあ、火炎放射器で敵を焼きながら、テールソードで切りつけていく。倒したいや、接近戦のエキスパート誕生。さあ、今度はですね、改造生物と戦わせていきましょう。以前作ったこちら、メタルセンティピードこと、改造ムカデでございますね。ムカデとは言いつも、はい、このね、ブロックをですね、消していくと下から現れるのは、はい、ヘビさんですね。いや、ムカデなんていねえからさ、ヘビをベースに作ったわけだ。ということで、はい、修復。さあ、接近戦が得意者同士、どちらが強いのかというわけで見ていきましょう。さあ、ステゴのファイヤーが炸裂するが、負けたのはステゴだ。
いやー、さすが改造生物だ。センティピードの鮮やかな勝利、絡まっちゃってっけどな。さあ次はこいつだ。機銃やロケットランチャーを装備したビッグバトルボット。はい、背中についたジェットで一気に距離を詰めてくる。いやー、敵としては強いけれども、バトルをちょっと見ていきましょう。こんな感じで、あー結構削れたけど、やっぱやられちゃったね。なるほど、得意である接近性をねもっと強化しつつ、遠距離で攻撃してくる敵にもねちょっとね対応できるように激しく改造していきましょう。一気に改造しますよ。はい、せーの、ポーン。ということで、はい、巨大化しました。ちょっとカメラを引きます。はい、こんな感じ。はい、尻尾のですね、ソードはですね、回転のこぎりへと進化。それがですね、このように左右についております。ノコギリの下にはですね、ワイヤーガンも搭載されているので、敵をですね、一気に引きつけてこれで切り裂くと。遠距離の敵に対抗するべく、はい、こちらにね、ロケットランチャーを装着しました。これはね、どちらかというと牽制用ですね。がっつり射撃するようなタイプではないので、あくまでも、はい、接近戦のエキスパートということでね、近づいていくまでの、まあ、ジャブみたいな感じですね。というわけで、サイボーグダイナソーズにこいつを加えましょう。トリキラの旦那、お久しぶりです。おー、ステゴか。おめ、強くなって帰ってきたんだろうな。はい、バッチリです、兄貴。回転のこぎりをパワーアップしてきましたぜ。俺のこの回転のこぎりに憧れてパワーアップするっつってお前出てったよな。はい、強くなった俺の力見てください。さあ、体格差かなりあるけれども、ステゴ、トリキラに勝つことができるのか。さあ、尻尾アタックをトリキラに食らわせたいが当たらない。さあ、見事にこのドリルで疲れてしまった。やられたぜ。さすがですね、トリキラの兄貴。まあ強くはなったな。おう、ステゴ、お前なぜ俺が勧めたドリルにしなかったんだ。ああ、スピノの旦那、その答えは戦ってみればわかりますよ。吠えるようになったもんだな。ドリルの強さ見せてやるわ。さあ、回転のこぎりでスピノを撃破。あ、いや、え、引き分け引き分けか、タッチの差でステゴが勝ったってことか。なるほどな、お前の尻尾攻撃にはノコギリの方が合っていたというわけだ。やられたぜ。やったぜ、スピノの兄貴に勝てた。おい、調子に乗るなよ。俺もお前の力を見てやる。おっと、ティラノさんじゃないですか。返り討ちにしちゃいますよ。調子に乗るんじゃねえよ。さあ、ステゴのファイヤーと必殺尻尾アタックがティラノに襲いかかる。さあ、尻尾攻撃はうまく当たらない。うまく当たらないがファイヤーで、あー、やられたー。いやー、尻尾さえ当たってればな。お前、俺に逆らうなんて早いんだよ。もう、お前ロボットアームの使い方下手じゃね。なんか絡まっちゃってっけど。さあ、既存の改造恐竜たちとね、結構互角以上に渡り合ってますね。これはなかなかいいんじゃないですか。さあ、この改造されたねステゴならね、もう大量のラバーゴルミに囲まれても倒せると思うんですわ。さあ、戦っていく。さあ、回転のこぎりを振り回しながら、炎を撒き散らしながら、どんどんとラバーゴルミを倒していく。凄まじい爽快感。いや、やば。やばいわ、もうラバーゴーレムのパーツ超散らばりまくってるわ。さあ、空の敵に対してはどれほど戦えるのかっていうところを見ていきたいですね。アーマードワイバーン5体と戦ってみましょう。さあ、空中からの攻撃にステゴ、はい、ワイヤーと炎で一気に倒したおお、爽快感やっぱやべえなこいつ。え、これじゃちょっと足らなかったか。はい、8体に増やしましょう。レディーゴー。これでもすぐ倒せるのか。さあ、すげえぞ炎が。お、1体残った。さあ、この離れた敵に対してミサイルを打ち込んでいく。ロケットランチャーか。さあ、ワイヤーで引きつけて。さあ、ロケットランチャー。うわあ、いいね、このワイヤーとロケットランチャーつけててやっぱ良かったね。さらに、はい、アーマードラゴン2体を追加させましょう。これでですね、上空からの敵からね、もう容赦ない攻撃がね飛んでくるようになりました。さあ、2体のアーマードラゴンがステゴに向かってビームを照射していく。さあ、勝つことができるのかステゴ。あー、ロケットランチャーが当たらない。アーマードラゴンが下に降りてくるか。どうだ、当たるか。よし、当たってるぞ。おー、負けじとビームを吐く。さあ、ワイヤーで動きを止めつつも、
倒したー。いや、ワイヤーいいね。ワイヤーつけてよかったわ、やっぱり。いやー、空に飛んでる敵にもね、十分対応できるということが分かりました。さあ、今度はですね、このエアフォースを操作してね、ステゴとちょっとね、戦ってみたいと思います。さあ、やっていきますよ。操作していく。さあ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 、ちょっと遠くからね、狙っていきましょう。こんな感じで。あー、やられてるぞ。仲間がやられてる。一旦退避。一旦退避。あー、ミサイルが、あー、ロケットランチャーが飛んでくる。あー、ワイヤーで引きつけられた。うわー、やっぱワイヤーが厄介だな。さあ、エアフォースにビッグバトルボット、そしてスーパーバトルボットを加勢させてと、これで戦っていきましょう。さあ、勝てるのか。改造ステゴ、激しい遠距離からの攻撃に耐えることができるのか。あー、やられるか。あー、さすがにやられてしまった。いやー、やっぱりね、機銃でこんだけ狙い撃ちにされたらきついか。まあ、遠距離からですね、集中砲火を食らっちゃうともう一瞬で溶けてしまいますね。やはり敵にね、近づいていけるかどうかが鍵になってきますね。さあ、改造前はこのね、はい、ムカデにやられてしまったんだけど、もう勝てるんじゃないかということで見ていきましょう。さあ、ムカデが突っ込むが、はい、ステゴがファイヤーで焼いていく、プラスこの、尻尾の斬撃で見事に破壊。下手したらこれムカデ3体ぐらいいても倒せんじゃねというわけで見ていきましょう。いや、囲まれてもですね、この対応力ですよ。接近戦にさえ持ち込めば、はい、このように複数相手でも問題ないということでね、必殺の尻尾の小切りで撃破。よし、これなら俺一人でも結構いけるはずだぜ。手柄を持ち帰るぞ。はい、以前ですね、リクエストは妖怪を作ってくださいと言われていたんですけれども、こちら制作をですね、進めていました。ガシャドクロですね。はい、フィールドにですね、寄生しています。ガシャドクロ様復活まで、もう少しだ。我が主よ、もう少しお待ちください。私の復活まで、一刻も早く魂を集めるのだ。復活の日は近い。不気味な奴らだが、実力は大したことねえっていう噂だ。俺一人でもいけるだろ。さあ、サイボーグステゴ、一人でスケルトン軍の本拠地に来てしまった。復活の噂が囁かれていたガシャドクロもですね、半分ぐらい蘇っている。さあ、ステゴ、お前は骸骨軍一体で勝負を仕掛けるというのか。あー、スカルスパイダーに奈落の底へと連れて行かれた。スケルトンは無敵だ。何度でも蘇る。想像以上だ。奈落から何とか上がってきたけど、大きな判断ミスをしてしまった。逃がすか。全力を持って排除せよ。やべえ、また奈落に落とされたら、もうさすがに持たねえ。手こずってるみてえじゃねえか。一人で突っ込みやがって、バカか。足に任せりゃちょちょいのちょいでやんす。あー、切り刻みてー。まったく、すぐ突っ込むんだから。目標骸骨軍、殲滅せよ。みんな来てくれたんでやんすね。さあ、骸骨軍、これに対して対応できるのかどうか。さあ、ガシャドクロのビームと、さあ、このスカルスパイダーの突進力、骸骨軍のこの無敵の軍隊が今サイボーグダイナソーズを潰そうと襲いかかっているが、これはどっちが勝っているのか。さあ、サイボーグダイナソーズ、骸骨を、はい、粉々です。粉々にしてしまった。さすが恐竜たち。ガシャドクロ復活の前にやられてしまった。全軍撤退、ミッション完了だ。あれ、みんながいねえ。まあ、いっか。さあ、サイボーグダイナソーズ、スケルトン軍を見事にやっつけました。さあ、サイボーグアンキロは僕が配置し忘れました。さあ、今回作ったサイボーグステゴを並べると、おー、すごいね。充実してきたよ、サイボーグダイナソーズ。戦力強化されたんじゃないですか。はい、というわけでですね、今日はステゴサウルスを改造してですね、もうノコギリをつけまくったですね、サイボーグステゴサウルス作っていきました。接近戦特化型ということでね、改造ムカデにも負けない、なかなかいいユニットができたんじゃないかなと思います。さあ、今日の動画面白いと感じてくださったら、高評価、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。動画最後まで見てくれてありがとう。またね。